年なう浅川でですすくだらないものの工房の匠ですとということでね、たくみくん、ツイッター復活しましたね。しましたね。前回の放送で、新しいアカウント作ったんで、そっちに行ってきたんですけど、<laughs> 元のアカウントが復活しましたんで、え元に戻ってくださいさ。<laughs> 書き換えとくよ、俺の方も。はい、よろしくお願いします。そっか。<laughs> ね、だからこれほんと良かったのが、名刺とかをすり直す前で良かったなと。いやー、だからそこ悩むよね。 かつしたたらまた元に戻さなきゃほんと、うん、本当印刷物とかいっぱいある人は大変ですよね。コンテンツ全部作り直しなんで。ほんとな、そういうことになるよね。うん。今回はね、WBC か、ワールドベースボールクラシックでね、まあ日本優勝しましたけれど。おめでとうございます。たくみくんとか全然見てない感じ全く見てないですね。<laughs> いや、俺もさすがに投資では見てないけれど、うん、まあニュースぐらいでは見てて、なかなか今回ね、すごい試合を何回もしてたみたいなんだけど、まあ中でもね、やっぱりその大谷翔平選手の大活躍がすごかったと。うん、そもそも日本って野球強いんですかなんだかんだ言ってやっぱ強いよね、こういうスター選手がって。まあ大谷さん自体はもうほらメジャーリーガーで活躍してるからってのもあるけれど、<laughs> まあちょっとね、その飛び抜けて活躍 の大谷さんなんですが、まあそんなねこの中、はい、あるねこのツイッターが話題になったっていうことで、うん、えこれね天使っていうアカウントなんだねすごいね天使ってやばいやつですね。<laughs> えー、大谷翔平のみ一夫多妻制を解禁すべきという言説が、えー、日本中で支持を得ていることから。 彼の生死がばらまかれたら一瞬にして少子化問題は解決すると思うと、少子化の本質的な原因が浮き上がってくると思うと。何言ってんでしょうね、この人は <laughs> 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 わあ、すげえ、大谷すげえ、あー結婚して、子供欲しいって思うもんなのか、そもそも。な、るんすかね。それはまあ、野球好きな女子とかだったらなるんかもしんないけど。うん。いや、ならんと思うな。 好きになった人の子供を産みたいっていう理屈はわかるけれど、うん,うん。アスリートの子供を作りてえからアスリートと結婚したいっていうのがちょっとピンとこないんだよね。ただ、その女性の方もアスリートで、なんかあの、馬器的な感じで最強の遺伝子を残したいっていうんであれば、わ <laughs> かりますけど。そりゃお互いがそれで納得してんだったらね。そう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 。だから、なんか、自分の仇討ちのために子供を作るみたいな感じになるじゃないですか、そうなると。でもさ、それを言っちゃったらさ、 大谷はお前を選ばねえぞって話にもなっちゃうじゃん <laughs>。なるからねだ。だからその生死だけ欲しいっていう、ね。ああ、そうか、そこに繋がってくるわけね。自分は選ばれないけど、その遺伝子は欲しいと。そう,そうそうそう。で、遺伝子だけだったら別にいいでしょそんな、あの、どうせ捨てちゃうんだからもらっとくわよっていうやつでしょうから。<laughs> その結果、シングルマザーがめちゃくちゃ増えちゃったどうすんだよって話だけどな <laughs> 少子化は解決するけど、その後のこと一切考えてないですよね。うん、育てることを考えてないよね。うん。うん、なんかさ、大谷さんも、だから、遺伝的に恵まれてたからここまですげえ活躍できてたんだっていうふうにしか思ってないんかもしんないけどさ、それは本人の何、後天的な努力がめちゃくちゃあったはずじゃん。 練習とか、あと親がさ、その一生懸命、その大谷さんが野球できるような環境にしたとかさ。そうそう。だからその後天的なやつ一切なしで、例えば、まあ、本当双子だとしましょうよ。はい,は,いは,いはい。じゃあ大谷と。はい,は,いはい。大谷の双子が同じ環境じゃなくて、片方はじゃあ大谷翔平のね、環境で過ごして、うん もう一人いるとしたらそっちがもうずっと独房みたいなところで暮らす仮面になったと。<laughs> で、同じキャラクターができるかっつったら絶対できないわけですよ。この体格でめちゃくちゃ不良になる可能性だってあるからなああ、そうそうそう,そう。喧嘩いだろうからね。うん。なんかそこを考えてないよなだって、これ、パワーの方向が、その野球に向いたからいいそうそう、そうなの。本当に。そうじゃない場合ダメですよね。力を持て余して、 てると、そっちのね、ヤンキーとか、そっちの方に流れることも本当に多いから。うん,うん。うん、なんだろうな。まあ、一夫多彩制までは、まあ、百歩譲って、まあ、いいかなとは思うけれど。うん,うん。戦士だけをっていうのは、ちょっと危険な発想だと思うんだよね。でも、一夫多彩制って、ああ、でもそうか。一夫多彩制だったら、その、後の面倒まで全部見る。そうそうそう。大谷が、だから、お金とかは全部援助したりとか。はい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 。 それ大谷に何のメリットもないじゃないですか <laughs>。それは、大谷がめちゃくちゃその女が好きで、俺はそのあちこち愛したいんだと、あの、なんだ、うるせえ奴らのあれみたいな、そのあちこち愛をばらまいてじゃねえけれど、そういう性分の人だったら、まあ一歩多再生すればって思うけれど、まあ、ほら、大谷自身がめちゃくちゃ真面目なイメージあるからさ、そもそも。うね。そういうイメージないですからね、逆にね。浮ついた話を一切聞かないから、 まずそれがまあ難しいっていうのと、うん、この優秀な生死だけ欲しいってのはさ、優生思想と変わらん話だから、うん,うん。逆に言うとだよ、これまあすげえ突っ込んだ話するけれど、うん、え、じゃあ、障害者が生まれちゃったらあなたはそれ育ってないのってなっちゃうじゃんですよね。だから優秀な遺伝子が欲しいって言ってるわけですもんね、この人。はね。<う>なんだろうね。 なんで自分がまず優秀だと思ってんのってとこからですよね。<laughs> 確かにね。その、うん、大谷翔平の優秀な遺伝子と、うん。自分が実はめちゃくちゃ優秀じゃない遺伝子だったら、中間取って間の子が生まれるっていう可能性もあるもんね。<laughs> あるし、なんだろう、自分の方に比がない。で、プラスで大谷のが欲しいっていう、なんかうぬぼれてんなっていうイメージですけどね。この人でこの後、あの、そういう批判が来て、それにリップつけてんだけど、 うんうん、これ男女逆で言ったら、吉田沙織さんが一切タフ性か。でいいんじゃないのって言ってるけど、それは違うだろうっていう。それこそなんか生む機会扱いじゃないですかね <laughs> うん、うん。じゃあ例えばさ、俺ら一般人が、そのめちゃくちゃ可愛い女の子欲しいなってなったら、じゃあアイドルと結婚すればって容易に思うかもしんないけれど <laughs>、それで可愛い子が生まれるかどうかわかんねえし、 そう。で、それをどんどん突き詰めていったら逆に少子化になりますよね。可愛い子じゃないのが生まれたら、じゃあそれはもう育児放棄するわ、みたいな方向になりがちだと思いますよ。そこがだからな、なんかたまにそういうの見るんだけれど、結局その、 子供を愛せないっていう、その可愛くないからっていう。うん、そっちの方は見た目の方のルッキズムの問題だけど、こっちの大谷翔平の場合のね、このまあ、スポーツマン的なっていう。だからさ、この自分の子供が実はそんなにスポーツとか得意じゃない性質の子なんかもしんないけれど、大谷翔平の例えば遺伝子、精子だったからっつって無理やり野球をやらせたりして、本人本当は野球やりたくねえのにっていう可能性もあるじゃんね。 別にその、大谷の子供は野球をやりたがるとは限らない。そこなのよ。そうなの。実は俺、将棋がめちゃくちゃやりたいってい、この体でって思っちゃうかもしんないけれど、それは本人のね、うん、考える、その道だからさ。そうよね。だからそれこそ後天的なやつですもんね。これがだからね、このま、あ俺らの身近にもいたけど、その体は恵まれてても、本人は、うん、 あの文系とかさそうそうなのよあの体育に興味がないんだっていう人もいるからさ、うん、そりゃ周りの大人からしたらなんでその体格を生かさないんだって思うかもしんないけれど、うん、そんなのは強制できる話じゃないじゃんそう,っす、ね、うんなんかそこだから考えてねえんだなと思ってね。 まず大谷翔平は本人が野球をやりたいからやってんだよっていうのをやっぱ第一に考えてあげないとなそうだ、この人すごい自分のことしか考えてないですもんね。そう、自分のことしか考えてないっていうのと。うん。なんなら子供のことも考えてないし。<laughs> 体格が良ければ野球やるだろうと思ってんのかね。<laughs> <laughs> か私がこの子に野球をさせて大谷2号を作りますみたいな。 わけじゃないですか、この人って。そうだね。で、それをみんなでやれば、大谷2号が量産化されて、大谷2号が量産化された暁には、日本が少子化対策をなんとかできるみたいな、ドズルみたいな考え方してるじゃないですか、この人。って考えると、逆に、その発想の人が少子化を進めてるような気もするんだよな。それどうなんだよ。結局、優秀な遺伝子以外はいらねえ、みたいなところに行き着く可能性があるんですよね。 昔、ポン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 産んでた頃は、あんまりそこまで子供に期待もせずに、その、ほら、ガチャじゃねえけれど、数打っちゃ、そのね、大谷翔平が生まれるかもしんないっていうふうに思ってたかもしんねえけれど、なんかさ、 この発想って一発で当てたいっていう発想じゃん、まず。うん。そのガチャガチャみたいに、うわ、外れだっつって捨てるわけにもいかねえしね。そう,そうそうそう。ううのね、リセマラするわけにいかないから。<laughs> そ,うそうそうそう。だから慎重になっちゃうんだろうな、まあ。うん。今はそれなんですよ。このリセマラができないと困るというか、う一発で成功を出さないと積むっていうのがダメなんでしょうね。 少子化問題は。いや、それはさ、もうその出たガチャを愛せよとしかね。うん。なんかやっぱり、そういう理想が強すぎちゃうと子供にもそれを押し付けちゃうんだろうなそうですね。だこの人はやっぱ子供に押し付けてますよね。まあ、天使言うぐらいだからね、自分のことを。<laughs> <laughs> 天使が言うんじゃねしょうがないとは思います。<laughs> そういうコメント多いけどね。天使が言うからしょうがねえかっていう。<laughs> 天使ならではのプレッシャーなんじゃないの, <laughs> あのあ<ー>すげえいい子を産まなきゃみたいなね。人類を救済するためには、こうするしかないってなってるのかもしれないですけどね。う,うん、あとはまあ、この、 ディープの子はディープと思うなよって、これあの、競馬の多分ね、例えだと思うんだけれど、競馬なんかさ、よくほら、うんうん、優秀な親の馬同士を掛け合わせてっていう、あるじゃない。あれもでも、うん、うまくいくとも限らないんだよね、結局ね。うそうですね。うまくいったら、まあ、それなりにね、体格とかの遺伝で、そうだね。いいのができるんでしょうけど。ね、いわゆるサラブレッドってそこから来てるもんね。まあそうですね。とはいえ。 とはいえっていう。まあ、これはさ、当然、その、本人のなり行きで、そのアスリート同士がとか、大谷翔平が選んだ人がたまたますげえ、あのね、アスリートだったとか、あとは、まあ、当然、アイドルとかアナウンサーみたいな人と結婚することもあるんだろうけれど、うん、それはその、お互いが選んで選ばれた同士だからあれだけれど、選ばれてもない人が、精子だけ欲しいっていうのは、まあ、めちゃくちゃなことを言ってんだぞっていうね。 対ししししててて失礼だしあなたの精子がが欲欲いいいっっう供からっていう <laughs> で、まあもしくは、まあ、精子バンクみたいなので言うと、めちゃくちゃ金額の高い精子になるっていう話だよね。まあそうですね。まあそう、勝手にこれがビジネス的になったそうら、めちゃくちゃ高いでしょうね。まあね、アメリカとかではあるみたいで、そのまあ、いろいろ倫理の問題で、ね、その問題になってるけれど、前なんかあったよな、どっかの、 えっと、女性の社長だかなんだかが、そのほら、優秀な、 東大生だか、京大生だかのその遺伝子をっていうんで、その、まあ闇取引みたいな,なんで買ったら実は、あの、東大生じゃなかったみたいなのが発覚して、ああ、それはちょっと見た気がするな。訴えたけれど、いや、お前もともと何を考えてんだよ、みたいな。本人は騙されたっつってるけれど、まあ、その、相手も、その、えっと、学歴を偽ってたなんか中国人だかなんだかだったんだよね。日本人でもなかったっていう。 で、私は騙されたって。<laughs> なん <laughs> って言われてもね。その生まれた子供がめちゃくちゃかわいそうだなと思って。<laughs> <laughs> なんかそう、そんなのあった。だ、そういう人なんだろうね。うん、まあそういうタイプでしょうね。これを言ってんのね。うん。その大谷選手が活躍したのに囲つけてこんなこと言ってるのろくでもねえなっていう。なんだろう。まあこの人の,そのアカウント的に、 そういうちょっと変わったことというか。ああ、そう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 。言って、え、まあ炎上でも何でもいいから、一回噂になって、うん、そっからフォロワー伸ばしてる感じしますからね。そうそう、この人はその、結構炎上芸が多い店員さんみたいなんで。うん、<laughs> 炎上芸が多い店員さんって。<laughs> <laughs> あまあ実際ね、その、大谷さんと結婚したいっていう人はいるんはね、いるんだろうから、別に全然それは恋焦がれてそういうふうに思うのは全然いいことだと思うけれど、うん。なんかそれを吹っ飛ばして結婚するつもりもありません、生死だけくださいっていうのは、<laughs> <laughs> すげえ失礼な話なんだよってね,ね、なんかちょっと変な話ですっていうね、ことで今回このね、えー、大谷翔平のみの一夫多妻制を解禁すべきっていうね、話がこう、ネットで話題になりましたよというお話でございました。 くだらないもの工房の匠です。VR チャットっていう、今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の入門コースを作りましたので、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡ください。よろしければチャンネル登録お願いします。